はい、さっきウルトラ V マスター5パック開封したんですけど、今日はさらに100円ドラゴン5パック開封していきます。また100ドラですね。最近100ドラ買いまくってるんで、じゃあやりましょう。はい、3枚なんで紹介しやすいってとこです。もうルーデルはいらん。もう竜騎士ね、何回見たことか。これお、ドラゴスラッシャー、ジャックナイフももういらないっすね。当初出た当初はもうジャックナイフとか当たりカードだったんですけど、もう今となってはね、デッキにもついてくるし、緑竜の盾、これだってストラクについてくるからね、ここが金っていうだけでちょっとね、こことここが金だから、まあ多少レアリティが上がったっていう、子供の魂のカードですよ。ストラク500円で手に入ってしまうんで、4枚。はい、おー、インフェルノアーマー、まあまあ使えるカードが来ました。ガチレア。このカードは結構使えますね。強いんで。ゲームとかでもかなり活躍しましたよ。はい。マサムネ。レッドバロン。ダメだった。まあ、レッドバロン強いんですけど、いや、じゃあそういう意味じゃなくて、今回全然レア出ませんでしたね。まあ、唯一出たのがこのインフェルノアーマードラゴンっていう。まあ、前回ちょっと前に、1枚もレアが出ないっていうハプニングが出たんで、まあ今回まあまだマシな方なんですけど、ガチレアが出ただけ。ということで今回はインフェルノアーマードラゴンでした。ご視聴ありがとうございました。